いるんだよね。これ黒い。あ、すごく綺麗。シートだけど、すごく綺麗。じゃあね、一番真ん中のこの大きい輪、はい、これを屏風岩、屏風、うん、屏風開いたみたいになってるんですか、うんうん、でこの屏風の開いである、うん、あの左角、ま、うん、っすぐ上さ1メーターぐらいこうなんか、うんうん、細いの、うん、あれがね、二宮金次郎、頭があって右があれ巻き、うん、巻き背負ってるような感じなんだけど、わ、うん、かる、あ、なんなんてくると見てすぐわかるでしょ、そうそう、鳥、わし、そうだよ、そう言われやね、これ簡単でしょ、あの、あまり天気が良すぎると岩ちょっと反射とかの影響でちょっと見づらいんですよ、本当は一番いいのはね、ちょっと小雨降ったぐらい、いい風が吹いて船走れないっていう、はい、あ、頭も気をつけてね、まあ、岩の話すると、これ凝灰岩っていう種類の岩で、あのグリーンタフっていうふうにまあ呼ばれるんですけども、日本の今ある日本自体ほとんどその凝灰岩になるのかな、多分3分の1とかそのぐらいになると思います。あの火山灰が冷えて固まったものだ、ね、それが上にグググググと上がっていって、で波風の侵食です。それを何回も繰り返してここまで起きる。でこれできたのが500万年前で、途方もないよね、想像もつかない、人の顔、横顔、顔だよ、私今こういう感じで、そうそう、右側の出てるのが三角が鼻で、その上、ちょっと斜めに線入ってるのが目、目細めだから、で、後ろの色変わったのが耳、これを如来の首と、如来様、仏様、見えますか、あの首かしげた人も見えなくても見えると言ってください、あの、まあ、私怪我する方いるんだけど、ここは限った人なので、うん、なら行ったとしても平らに見えるところだけ足元気をつけなさい、岩に登らんように登っちゃった、はい、あの左の下の方にあの蓮華岩、あの蓮の反対はです。わかりますね。はい。ああいうのがね、平らなところに行けば、これ三つの方隠れますから。
になったからね、あのソフトクリームあるので美味しいですよ、この方の乳製品。はい、行きます。はい、ツーズ。何て言ったって分からないよね。